地元北海道の大森圭一選手です。なんとか準決勝を乗り越えてきましたね。そうですね、バックでちょっと一瞬ダメかなと思ったんですけど、諦めず、はい、踏んで伸びてよかったです。さあ決勝戦どんなレースをしていきましょうか。前に光がいるんで任せて頑張ります。明日地元初優勝を目指して頑張ります。お願いします。埼玉の久木原博史選手です。ここまで2日間ですが、調子はどう見てらっしゃいますか。悪くないと思います。決勝戦どんなレースをしていきましょう。ここは三好くんの後ろで頑張ります。では最後に一言メッセージをお願いします。明日しっかり頑張ります。応援してください。熊本の塚本大輝選手です。調子はどう見てらっしゃいますか。昼間風強くてちょっと不安になったんです。夜は軽いし全然調子いいと思います。決勝戦どんなレースになるんでしょうか。西日本で月森の番手に行きたいと思います。調子いいんで優勝を狙います。最後に一言お願いします。優勝して熊本帰れるように頑張ります。静岡の大石健一選手です。調子はどう見てらっしゃいますか。いいとは言えないんですけど、今日は優勢が前で頑張ってくれたんで決勝乗れたと思います。基本は先行まくり、自分で動きたいんですね。まだまだ自力で頑張っていきたいと思います。どういったレースをしていきましょう。短期になりそうなんですけど、自力で頑張ります。応援よろしくお願いします。岡山の月森涼介選手です。予選準決勝2連勝、気持ちいいですね。本当嬉しいですね、はい。このバンクもいいんじゃないですか。そうですね、相性いいんで好きなバンクです。決勝戦どんなレースをしていきましょう。塚本さんが後ろをついてくれるんで、どっちか優勝できるようにしっかり頑張ります。応援してください。群馬の三好圭一郎選手です。初日1着で199勝目、よかったですね。ありがとうございます。あと一つ、その意識はどうなんですか。なるべく意識しないようにはしてます。決勝戦どんなレースをしていきましょう。木原さんがね、任せてくれたんで、自分のできることをしっかりやりたいと思います。このバンクは験がいいですからね。初優勝のバンクなんで、明日も精一杯頑張るので応援お願いします。岩手の小笠原光選手です。調子の方はどう見てらっしゃいますか。いいと思います。いろいろと自力自在、何でもやっていくと先方でこれから勝負なんですかね。はい、そのための自在を入れてるんで。決勝戦どんなレースをしていきましょうか。大森さんが任してくれるって言ってるんで、チャンスをしっかり生かしたいと思います。応援よろしくお願いします。